向上心。なんか何でも挑戦してみることと、今のことに満足せず、あ、これもやってみたい、あれもやってみたいっていう気持ちが一番大事。自分の好奇心を殺さないこと。感性を常にオープンにすること。行動力と遊び心、うん、これって決めずに、思考を止めずに、どんどんこう更新していくこと。追い求めてもう届かないもの。制限があるのを知った時、恐れがないこと。私にとって自由とはファッション。自由とはあらゆる制約を超えた上の無双空間ですね。生き方においては辛抱だと思います。その日の気分に従うこと。直感。なんか他人が、あの人のスタイルってこうだよねって言ってくれればいいだけで、自分の中では全く気にしないことかな。散らばった中でのその共通項みたいな部分が自然と自分をかたどってるもの。あんまり言葉で説明できないですね。いつ死んでもいいように生きるっていうのが一番の理想なんですよ。だって今これがしたくて、明日死んだら死にきれないじゃんっていう。とにかく毎日朝起きて、こう笑顔で今日一日が迎えられるような日々が過ごせたら僕は十分かなって。自分がやりたいこととか、その今こうなりたいっていう姿にフォーカスしてれば、まあ、きっと未来は大丈夫だろうなと思います。まあ、無理にハッピーにしなくていいと思うから、なんかやっぱりシンプルに生きたいなって。社会貢献したいですね。なんか賢くなりたいですね。もっとね、勉強して。余白、柔軟さ。その人の持った品、それは上品でも極端に言えば下品でもいいっていう。自信があって謙虚であること。樽を知るですね。エレガンスって言葉は一番ココシャネルに合ってる言葉だと思います。自分が時代についていくっていうより、時代が自分についてくるっていう、かっこいい女性だと思います。